ハロー YouTube。 これが本当のブンブンハロー YouTube ですね。どうも、料理研究家のおーちゃんです。この子は私をペットのオオスズメバチのリボンちゃん、痛いリボンちゃんですね。今リボンちゃん噛まれましたけど、リボンちゃん、あー飛んじゃって、待ってリボンちゃん、リボンちゃんおとなしくして、リボンちゃん、リボンちゃんはね、これ刺さないオオスズメバチなんですよ。針をカットしてますのでね、刺せないんですよね。あーまた飛んだリボンちゃん、待って、これはオスですね。料理研究家おーちゃん御用達のオス、いろいろ使える簡単酢です。これ別にミツカンから金もらって使ってるわけじゃないですよ。私がね、気に入って使ってるんですけれども、もうそろそろミツカンから金もらわないかんレベルよ。ほんまに。今日はこのいろいろ使える簡単酢に、オオスズメバチをつけたら一体どうなるのか、実験してみようと思います。まあ、つけたら溺れて死ぬというのはわかるんですけど、その後ですよ。その後。オオスズメバチは硬い殻に覆われてましてね、これ料理して食べるときね、結構硬いんですよね、殻が。揚げても硬いわけ。寿司ネタでコハダってありますよね。あれ、コノシロという魚の幼魚なんですけれども、コノシロというお魚はですね、小骨が多くて、そのまんまだとね、もうめちゃくちゃチクチクして食べづらいんですね。それをお酢につけることによって、骨を柔らかくして食べやすくしてるんですね、実は。コハダが酢漬けになってるのはね、あれは小骨を柔らかくして食べやすくするためなんですよね。ってことは、お酢につけると骨って柔らかくなるんですよ。っていうことはですよ、スズメバチの殻ももしかしたらお酢で柔らかくなるんじゃねえの。魚の骨はカルシウムで、昆虫の外骨格は多糖類なのでね、ちょっと質は違うんですけれども、でももしかしたら柔らかくなるかもしれませんよね。ものは試しですよね。というわけで、このいろいろ使える簡単酢にオオスズメバチつけてね、酢漬けにして食べてみようと思う。オオスズメバチの酢漬けですわな。あ、分かった。お酢を注いだんですけども、さすがに生きてるスズメバチをつけるのはかわいそうですよね。溺れて死ぬのはわかりますが、問題はその後なんでね。ですから、殺しましたというのは嘘で、リボンちゃんとは別の答えですね。この子、私が飼ってたオオスズメバチなんですけども、お亡くなりになってしまいました。このオオスズメバチをお酢につけてみようと思います。ちなみに、いろいろ使える簡単酢ってね、ほら、ブドウ糖、果糖、つまり、糖分が入ってるんですね。糖分が含まれてて、ちょっと甘いんですよね。ですから、まあ、いわゆる甘酢ってやつですよね。お酢につけることによって殻が柔らかくなるかもしれませんし、お酢の味が染み込んでね、味わいが増すかもしれませんし、甘みもプラスされるかもしれないんですよ。1日ぐらい漬け込んで、それで料理して食べようと思います。どうなるでしょうね、楽しみですね。あー、そうだ、漬ける前に毒針はちゃんと抜き取っておきましょうね。毒針というか毒のね、ほら、ここにね、毒が詰まってるんですよ、この部分。毒が詰まってる毒の毒袋を取り除きます。うりゃうりゃ、よし、オッケー。こうやって針を抜き取ることで腹部にね、穴が開きますから、穴が開きましたからね。ですから中にお酢が浸透しやすくなりますね。これでより美味しくなるはずです。これがスズメバチの毒針です。ここに毒が詰まっておりまして、この毒がついたまま調理しちゃうとすごい苦いんですよね。ですから抜き取ったんです。じゃあつけていきます。ゆっくりゆっくりゆっくり、さあ美味しくなーれ、美味しくなーれ、美味しくなーれ、美味しくなーれー。しっかりつかれ。これでめちゃくちゃ美味しくなるはずですからね。この状態で冷蔵庫で一晩漬け込みましょう。今回はこちらの食料用の冷蔵庫で保存します。ちゃんと虫用と食料用とで分けてるんですけど、まあオオスズメバチね、虫ですけども、今回食用ですので、食料用の冷蔵庫で保管です。はーい、一晩漬け込みました。どうかな?わー、いいお酢の香りがしますね。柔らかくなっとるかな?あんまりそんな感じはせんな。ちょっと持ってみた感じ、そんな柔らかくなってる感じはしませんね。まあいいや、とりあえずこれ今回は茹でて食べてみましょう。比較のために酢につけてないオオスズメバチも一緒に茹でてみましょう。と区別しやすいように羽を切っておきますね、こっち。片方の羽を切ってある方がオスにつけてない方ですね。ノーマルのスズメバチです。
あ、そうそう、ちゃんと毒針は抜いておきましょうね。毒針というか毒のしっかり除去しておきましょう。よし、はい、オッケー。ドイツの岩塩アルペンザルツファイル湧いてきましたね。それでは酢漬けの方から取り込みましょうか。さよなら。うわ、じゃあ次はノーマルのやつも。さよなら。うわー、わあ、スズメバチちゃんたちが茹でられてます。茹でられてます。リボンちゃんのお仲間が、リボンちゃんはどんな気持ちなんでしょうね。もうそろそろいいかな。もう引いとっただろ。引いとりゃいいから、こんなの。止めますよ。3、2、1。はい、見た？見た？このタイミング、見た？しっかり覚えて。これが、オオスズメバチを茹でるベストタイミングですね。3分ぐらいですかね。ほら。もうチンチンに茹で上がってますよ。あー、なんか目の色が変わってますね。火が通った証拠ですね。茹で上がりました。美味しそうですね。それじゃあまずはノーマルの方から食べましょうか。改めてオオスズメバチの殻の硬さを思い出しましょう。それではいただきます。わかった。うん、硬いですね。でもね、筋肉がブリブリ詰まってて美味しいですよ。でも硬いわ、やっぱり。かっぱいかっぱい。この殻の硬ささえなんとかなったらね、普通にまあそこそこ美味しいんですけどね。オオスズメバチも女王バチですからね。しかもこの腹部がね、プリプリでうん、まっ。それでは酢漬けの方ね。果たして酢につけたオオスズメバチは柔らかくなっているのでしょうか。いただきます。そんなに硬さ変わらん気がするな。もう硬いわ、やっぱ硬い硬い。であんまりお酢の味も染みてないな。殻に浸透しないんでしょ、多分あんま殻の中に。じゃあ腹部はどうかな。あ、腹部にはお酢染みとる。うんうん、あ、いいね、お酢の味うまいわ。腹部には針を引っこ抜いたところからお酢が染み込んでって、それでね、お酢の味がちゃんと染みてますね。はい、というわけでオオスズメバチをお酢につけた結果、殻は柔らかくならないんですけれども、お酢の味が腹部に染み込んで腹部は美味しくなりましたね。ですからこれね、半分に割ったりとか殻に穴開けたりとかして中にお酢が染みるようにしてつければいいんですね。胸部に関してもね、胸部のどっかに針で穴開けるとか、もしくは真っ二つに割るとかしてお酢染み込むようにしてあげればいいんですよ。そしたらね、お酢の味が染みてより美味しくなりますね。うん、一つ勉強になったね。ごちそうさま、美味しかったわ。リボンちゃん、君のお仲間美味しかったよ。このように当チャンネルでは新しい食の魅力を発掘するコンテンツを日々発信しております。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。そして最後にじゃんけんタイム。最初はブン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 、じゃんけんポン。今回チョキですね。グッバイ。